学校の桜の木、小川未明。朗読、大平かな。ある小学校の運動場に一本の大きな桜の木がありました。枝を四方に広げて、夏になるとその木の下は日陰ができて涼しかったのです。子供たちはたくさんその木の下に集まりました。中には登ってセミを取ろうとするものがあれば、また赤くなったサクランボを取ろうとするものもありました。桜の木はちょうどお母さんのように子供たちのするままに任していました。そして子供たちの楽しそうに遊ぶ様子を見下ろしながら、いつもニコニコと笑っているように見受けられました。太い木だなぁと言って、無邪気な子供たちは小さな両手を開いて太い幹に抱きついて見上げるものもあれば、いい木だなぁと今更のように感心して眺めるものもありました。年取った木は可愛らしい子供たちにこんなことをされるのがさもこの上もなく嬉しそうでありました。そのうちに上の方の子供たちは6年の修行を終えて学校から出て行きました。そしてまた幼い子供たちが新しく入ってきました。その子供たちはみんながしたようにこの桜の木の下で遊びました。桜の木は春には爛漫として花が咲いたのであります。夏はまた日陰ができて、そこだけはどこよりも涼しい風が吹いたのであります。こうして長い月日のうちにはいろいろのことがあったでありましょう。例えば機関坊主の秀吉が先生に叱られてこの運動場に立たされた時、彼は悲しくなって泣き出しそうになりました。その時木は、男が泣くものでない、さあ私のそばへおいでと言って、太い自分の体で秀吉を支えてくれました。また、弱虫の正坊が足を痛めて体操を休んだ時であります。さあ、この日陰に入っておとなしくしていな。じきにそればかしの傷は治ってしまうだろう。早く元気になって、私の頭の上まで登る勇気が出なければならん。ここへ上がるとそれは素敵だから。あちらに町が見えるし、また遠い村のお宮の屋根も見えていい景色だぜ、と桜の木は優しく言ってくれたのでありました。ある時は生徒たちが二組に分かれて競技をしたことがあります。そんな場合には、こうは赤い帽子をかぶり、おつは白い帽子をかぶりましたが、一方は桜の木の右に、一方は桜の木の左にというふうに陣取りました。その時、桜の木は悠々として右を眺め、左が見下ろして、さもみんなの元気のいい顔を見るのが嬉しそうに、さあどちらもしっかりやるのだよと言っているごとく見えました。しかし稀にはいたずら子があって
桜の木の皮を剥いだりしました。木はそんなことをされても黙っていましたが、木を愛する他の善良な生徒たちは決して黙ってはいませんでした。君、そんないたずらをするものでないよ。木がかわいそうじゃないか、と戒めました。そう注意されると、大抵の子供たちは、ああ悪かったと思いました。もしそれでも、その生徒が言うことを聞かないときは、先生がひどくその生徒を叱りました。みんなの大事な木をお前は傷つけていいのかとおっしゃいました。こうして木もまたみんなから愛されていたのです。だが、物には盛んな時と衰える時とがあります。この桜の木も年を取ったせいか、それとも子供たちに地を固く踏まれたためか、今年の夏は大変に弱ったのでありました。木が弱ったと知ると、学校中は大変なものでした。先生も生徒も小遣いもみんな、桜の木の身の上を心配しました。桜の木が弱っているから、この家へ入ってはいけませんと、木の周りに柵を作って、縄張りをして、札を立てました。そして毎日、先生や生徒たちが、裸足で、バケツに水を汲んで、運んだりしました。学校を卒業してしまった者も、昔、自分のお友達であった桜の木が弱ったという噂を聞くと、心配をしてわざわざ見舞いにやってきましたので、桜の木はもう一度元気となって、早く可愛らしい生徒さんたちを見守ろうと思っているのです。